どうもこんばんは。バンライファーでデュアルライファーの池さんです。さて本日ちょっとご覧ください。お分かりいただけただろうか。土砂降りの雨じゃい。本日もですね、私たちが住んでる湯沢町はですね、土砂降りの雨です。しかしきっと標高の高いところはこれがもうすでに雪に変わってると、私たちはそう判断しまして、金曜日の夜ですが、またもや車中泊に行きます。さあ、今夜来たところ見覚えがあるぞ、ここ。そうです、道の駅三つ又back again。 私たちここの道の駅好きです。なぜなら神楽が近いから。さあではお風呂行きましょう。街道の湯三つ又。俺ここのお風呂入るの多分10年ぶりぐらいだな。すごく久しぶり、全然来てない。行ってみましょう。すごい、見て、何これ、スキー、ソリだ、ソリ。へえー、ふう、いいお湯でした。久しぶり来た、街道の湯。女どもは風呂投げんだよ、先に帰ってきてやったぜ。さて今夜もカーシアターナイト。今日はネットフリックスオリジナルドラマを見ながらみんなで夜を過ごしたいと思います。我が家のベッドルーム完成しました。まあ考えてみたら、よくこの狭苦しい空間に人間が4人も寝てるわけですから、なかなかな旅ではありませんか。ただほんとね、この車内空間程度、人間が4人ね、ひっつき合って寝てると、それだけでね、すごく暖かいんです。なので家族で車中泊するときは、すごくそれぞれの体温をね、感じ合いながら寝るなんていう素敵な夜があるんですよね、小鳥さん。はい、はい。あれ、みんな寝ちゃうの？寝ちゃうの？はい、というわけで冬の車中泊、寝る時のウェアリングポイントね、みんなどういうのを着て寝てるんだろうっていうところ気になると思いますので、まあ、特に雪山の車中泊で車内で寝る時の僕たちのウェアリングのポイントね、ご紹介したいと思います。もう単純に見てください。はい、ものすごい厚手のフリース、そして中はなるべくド派手な T シャツを着てください。これこそすごく大事なポイントです。ラオウなんですけども、まあ、ド派手な T シャツを着てください。そして、その中に私、ファーストレイヤーって言われるものですけども、河川を着ています。これね、ミズノのブレスサーモっていうのを着てるんですけども、僕はまあ、それが好きで着てますが、例えば、ユニクロのヒートテックとかでも全然 OK です。で、こういうこう3枚重ねの上に、もうね、これだけで十分なんですけども、もし必要であれば、ダウンジャケットね、これを着て寝てもいいです。そして僕たちこのダウンの寝袋にね、寝てるということを前回紹介しましたけども、全員今ダウンの寝袋に寝てます。特に僕に関しては体温温度がマイナス10度までっていう、そんなにその寒冷地仕様なものではないのを使ってるんですね。っていうのは逆にウェアリング側で厚着をするっていうことを僕はやってます。そうすることでダウンの寝袋をそんなにこう分厚いものにしなくて済むんですね。ということはコストもそんなにかからないし、コンパクトになる、それから長いシーズンで使えるっていうメリットがあります。そして逆に寝るときに少し厚着をすることで、朝起きたとき、まあ言ってもね、実は車内もマイナスの時もあるんですよ。そこでまあ目覚めて寝袋から出た時に、すでにあったかいのを着てるとそんなに苦痛ではない。この時に寝袋がすごくあったかくて自分が薄着をしてると、朝目覚めた時寝袋から出れないという問題が起こるんですね。なので実は寝る時の格好を少しあったかめにしておいて、寝袋をライトなものにするっていうチョイスが天然パーマ池さんの
おすすめのバリエーションですね。これはスキーとかスノーボードをやっぱりすると、見てください、後ろウェアかかってるわけですよ。っていう風に普通の車中泊をする車よりも積んでる荷物がすごく多いんですね。なのでどこでコンパクトにしていくかっていうところも考えた上での結果、こういうチョイスになっておりますが、すごく使い勝手がいいセレクトだと思っております。おすすめです。今日はもう寝ます。 Good night。 みんな寝てる。 Good night。 寝袋に入って寝よう。あやを Good night って言って。 Good night。 Good night。 さてはて、時刻は23時40分とか50分とか、妻と夜更かししてしまいましたが、寝る前にねおしっこしていきたいじゃないですか。道の駅三つ又、24時間トイレ使わせてもらうことが可能です。紹介しましょう。綺麗なトイレです。サインが雪です。大事に使わせていただきます。ありがとうございます。